今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。中国深圳で日本人学校に登校中の男子児童が刺されて死亡した事件、昨日発生から1週間となりました。真相解明求める日本側に対して中国側は偶発的な事件と繰り返すだけで詳細説明しておらず、事件の背景ほとんど明らかになっていません。で、深圳市の日本人学校では昨日も献花する中国人の姿があり、花束2500を超えたといいます。男子大学院生は事件を繰り返さないためにも事件の原因をはっきりさせないといけない、こう語気を強めたといいます。中国側、事件発生2日後に偶発的な事件と説明し、真相解明を求める日本側に立ちはだかっていると、まあ、こういうことのようなんですが、藤井さん、これはどう感じでしょうか。極めて不誠実な対応ではありますが、中国の自国利益最大化のためにはこういう総兵器で当然名が付くでしょうね。で我が方日本としては、中国政府が日本国民がの子供が殺されているという大変許し難い状況があるにもかかわらず、指をくわえてこれを見てるしかないという状況にあるのが今の岸田内閣の姿ですよね。偶発的な事件なわけがないじゃないですか、そんなもの。流浄工事件、流浄工事件の事件の日で、最も日本人に対する憤り、恨みが爆発する日に、狙った、ね、日本人の子供を狙った、犯罪であって、日本人どもには子供を殺して、目にもの言わせてやらなければならないぐらい思ってたとしても不思議ではないし、聞くところによると中国のインターネットにはそういう言葉が溢れているというか、多数見られるという状況もあって、これは明らかに国際問題であって、この日中関係の犠牲に我が 国民の子供がなったわけであって、そういったことを潜在意識で思いながら、日本の政府は安全をよろしく確認お願いしますと言ってるだけじゃなくて、極めて遺憾であると、これは中国におけるその世論の形成とかそういう問題もあって、で要するに日本のことを舐め切った帰結なのだということで、舐めたらあかんということを徹底的に言ってこなかったことのつけとして、これはお子さんが殺されたわけです。だから殺したのは中国の中国人だろうけれども、中国共産党が間接的に殺しているわけだし、その中国共産党の暴挙を目先の利益欲しさに中国に尻尾ばかり振ってる現岸田政権をはじめとした、そして石破茂氏のような親中美中政治家たちの犠牲としてお子さんが殺されたんだというふうに、心ある日本国民は理解せねばならないと僕は思いますね。そして日本人学校ですが、23日からオンラインで授業再開しました。10月上旬に安全対策をまとめ登校を再開させる方向ではありますが、徒歩の通学の警備などが課題だといいます。外務省も今年度の予算からですね、4300万円を出して中国にあるすべての日本人学校の警備を強化します。ただ動機が不明では、どう対策を打つか明確な指示が出せない、こんな困惑もあると言います。地元警察、刺した男を拘束して調べています。目撃者によると、男は男の子を刺した後、駆けつけた警察官らに自分が刺したと犯行を認め、おとなしく取り押さえられたと言います。現場で動機に結びつく言葉は発しなかったようで、解明は警察に委ねられました。日本人が標的にされたのか否か、これが焦点となるわけですが、香港メディア関係者によると、深圳の警察には男の動機を外部に漏らさないよう上級部門から指示が出ているといいます。中国当局が動機の扱いに極めて敏感になっているということなんですね。今年6月にはですね、江蘇省で日本人のお母さんと子供ら3人が切りつけられる事件が起きています。一方、深圳の事件に関して
中国外務省の報道官23日の会見で、日中双方が偶発的な個別の事案を日中関係全体に影響させないことで合意したとして、収束に向かっているように印象付ける発言をしたといいます。まあ、こうした中、日本側、事件の真相解明と学校の警備強化のほか、インターネット上の過激な言論への規制を求めているということなんですが、藤井さん、このあたりはどうでしょうか。だからね、これは全体的な日中関係における全体的な日本の備中態度、はい、による中国人の日本のディスリスペクト、うん、要するに侮蔑、はい、あるいは舐める、そういった行為の帰結としてこの事件が起こったということを思想的にまず理解しなければなりません、はい、したがってこの問題について、まあ、例えば要求してもいいですよ。学校の警備強化とか、はい、日本人の安全の確保を依頼するということを言うと同時に、ですね、例えば高市早苗さんが声明を出されたように、例えば反スパイ法による不当な日本国民の拘束があるが、はい、それについても早期の解放、はい、公正中立の観点からの早期の解放を目指さなければならないと我々は思っているし、で、かつ領空侵犯に関しても中国政府に対しては、はい、これは非常に遺憾に思っているし、はい、場合によっては次は撃墜するという覚悟も持っているし、はい、というようなことも含めて関連付けてですね、発信をしていく必要があるんです。で、その関連付け方、言い方、タイミング、はい、そこが政治家としての力量が問われるところであって、今回僕は高市早苗さんが、はい、日本人の不当拘束の事件を合わせて、はい、このお悔やみをの際におっしゃったというのは極めて重要な態度、姿勢だと思います。そこまで、でそうじゃないと中国のこういう態度を改めることはできません。はい、そうなんですね。時刻8時15分です。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。毎日新聞、大都市空き家深刻化、5つの市で全国平均上回る。総務省が昨日発表した2023年の住宅土地統計調査によると、住宅総数に占める空き家の割合、政令指定都市と東京特部を合わせた21大都市のうち、大阪、北九州、静岡、岡山、神戸の5市で全国平均の 13.8% を上回りました。東京特部も 10.9% と2018年の前回の調査から 0.5 ポイント上昇。地方だけでなく大都市でも空き家問題が一段と深刻化しています。藤井さん、大都市の空き家深刻という、こういう数字が出てきましたね。人口減少もありますからね、はい、ありますし、経済も停滞してるから、その建て替えっていうのも行ってないし、でマーケットも自分動かないから、それを活用するっていうマーケットもそんなに動かないし、はい、だから要は都市というものを一つの生物と捉えると、その老化現象ですよね。老化現象、都市そのものが年老いて死に向かっているんですよね。都市計画ではもう伝統的に19世紀から都市というものは生き物であると言われてて、で春夏秋冬という言い方をしたりとか、まあ子供から青年になって大人になって老いていくというふうな比喩で言われたりとかするんですけど、明らかにこの空き家問題っていうのは年が老いてきている状況を意味しているんですね。一点だけ、生物と都市との違いは何かっていうと、生物には老化遺伝子が組み込まれてて、必ず一定期間内に死ぬようにプログラミングされているんですね。そうじゃないと環境に適応できなくなりますから、進化のプロセスを駆動するためには寿命というものを定めておかないといけないし、あるいはその方が進化に進化しやすいから、その方が得策なんですね。はい、種が、僕たちが生き残るんじゃなくて、種が生き残るためには僕たちは死んだ方がいいと。そういうことなんですね。これ生物学的に分かっているんですけど、都市は必ずしもそうではないんですよね。はい、だから死ぬ遺伝子というのは
入っていない、組み込まれてはいない、はい、だからアンチエイジングが、はい、我々よりもやりやすいんですよ。だから本当に80歳ぐらいの人でもちょっときちんとしたアンチエイジングやったらもう瞬く間に20歳ぐらいの若い年、はい、もう美肌を戻るとかできる、ね、実現することがやりやすいんですね、年の方が、でそのためにはすごく活力を高めておかないといけないんですけど、その活力がダメだから空き家が増えてきてるわけで、じゃあその活力の源泉は何かっていうとしつこいようですが、デフレ脱却なわけです ね、デフレ脱却、経済成長、はい、民度のレベル高揚とか、やっぱり、経済がしっかり回っていくことが必要で、それがない限りそのもともとの元気もないのになんかどれだけお化粧品塗ったって、ババアやんけお前もうバレとんねんお前もうババアになるんで、だからもう根こそぎ、はい、もうメルモちゃんのあの青いキャンディー、赤いキャンディー、もう根こそぎキャンディー飲まなあかんのですよ、こうやってこういくらやっててもダメなんですよ。ダメなんですね、化粧しててもダメ、それが空き家問題の本質だと思いますね。そうなんです。でもやり方によってはっていくらでもいくらでもですよ、まずはデフレ脱却ですよ、そうですね、都市計画都市開発したらいくらでも良くなってきますよ、はい、以上ニュースピックアップでした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻8時19分です。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。ではワールドニュースピックアップいきましょう。まずはこちら、日経新聞、イスラエル組織壊滅狙う。イスラエル軍はレバノンの新イラン民兵組織ヒズボラの幹部を空爆で相次ぎ殺害しました。ヒズボラ組織の壊滅を狙って軍事拠点や司令官を標的にしているといいます。事実上戦争突入を宣言したヒズボラは初めてテルアビブに向けて弾道ミサイルを発射、攻撃の応酬が激しくなっています。イスラエル軍はレバノン南部を中心としたヒズボラの軍事拠点を叩いています。首都ベイルートではヒズボラ幹部に照準を合わせたピンポイント空爆を相次いで仕掛けました。司令塔機能を失わせて組織を実質的に崩壊させようとしています。イスラエルとヒズボラ、攻撃の応酬が激しくなっているということなんですが、これどうなってくんでしょうね。事実上の戦争突入をヒズボラは宣言したんですね、はい、うん、そうなったイスラエルもこれね、はい、だから戦争をやって言うてんやから、ね、言わしたらダメなんですけど、もう言うてしもてんやからもう、まあ、イランそのものはねまだなかなかそこまで動かないですけども、はい、まあちょっとちっちゃい、まだそれに比べたらまだちっちゃいヒズボラ組織としてもそうなりますよ ね、はい、もう火種がまたどんどんこう広がってきてる状況ですよね。そうですね、で中東地域の戦闘をさらに拡大しかねないとアメリカニュースサイトのアクシオスが24日ヒズボラがイランにイスラエルを攻撃するよう要請したと伝えました。イランは今攻撃を仕掛けるのは適切でないと応じたとされますが、偶発的な衝突のリスク高まっているといいます。エジプト、ヨルダン、イラクの外務大臣は25日、イスラエルによるレバノン攻撃を地域を全面戦争に向かわせているとして非難する声明を出しました。国際社会にも戦争を止める責任を果たすよう求めています。イランがイスラエルに攻撃、まあ、これは考えたくもないですけれども、これ以上事態がこの、ま、悪化していく可能性だって、まあ、これは否定はできませんものね。いやそうですよ、だって火種が広がってきてるんだから、はい、燃え広がっていくんですよね、はい、その燃え広がっていく燃える具材の人たちっていうか物たちって別に燃えたがってるわけじゃないのに、なんか北から燃えてしまっただけで、ね、燃えてきちゃってる、はい、イランも別に燃えたくないんですよ、ね、そうです、でももう広がってきたら、ああ燃えてしまったみたいな、はい、ことになるんですよね。だからそれはもう、いやもう怒りたない、怒りたない、怒りたないけど腹立つなお前、いやもう腹立つわ、もう怒りたないねわしお前みたいな、はい、怒りたないのに腹立っていくっていうのと似てるんですよね。そうですね、でヒズボラが、いやイランさんやってくださいよみたいに来ちゃってるから、いや言ってるろじゃねえか、言うてしもった、言うてしもった、
そういう、まあおそらくそういうね、仁義なき戦いなんかでよくあるようなシーンですよね。やりたくない、何もやってるじゃねえかってなるんですよね、はい。まあ今必死でエジプト、ヨルダン、イラクあたりがね、止めよう止めようとしてるんでしょうけれども、まあそれが功を奏すればね、いいんですけど。はい、続いてはこちら、日経新聞、中国の男児襲撃、日系企業家族の安全対応を急ぐ。中国で日本人の男子の児童が刺殺された事件から1週間が経ち、日系企業で駐在員の家族の帰国を支援する動きが広がっています。 JT 日本タバコ産業や村田製作所などが帰国費用を負担する措置を始めました。中国で日本人の男の子が襲われ死亡した事件から1週間、改めてになりますが、久慈さん、1週間あれから経つんですね。いや、なんかこれを契機にね、はい、日本は政府を中心に中国との付き合い方、はい、関わり方というものを、はい、一から考え直さないといけないと僕は思いますよ、はい。これはもうただ単に偶発性があると中国共産党は言ってるんでらしいですけど、そうです、そういう話ではなくて、個別とかね、人間の精神というものは、社会的な共同精神に基づいて形成されるので、社会的な共同精神、共同心理というものが、まあ、反日で分別する日本分別精神、はい、そういったものに基づいているところが問題なわけですから、はい、そこをやっぱり次の総理大臣、10月1日に就任される総理大臣には、はい、しっかりと対峙できる人になってもらいたいですね。今藤井さんおっしゃる通り、3ヶ月に2度も日本人の子供が襲われるのありえませんからね。そうですよ、激高しないといけないですよ、政府は。そうですね、で我々国民は怒ってるんですよ、はい。で怒っていない人はぼーっとしてるんですよ、知らなかったり、はい。よう考えたら腹立つ話ですよ、自分の子供殺されて黙ってんのかみたいな。そうですよ、話ですから、はい。で各家庭も自衛策に動いているといいます。子供が現地のインターナショナルスクールに通う日本人の男性は、監視カメラが多い深圳で犯罪が起きると考えたことがなかったと語ります。子供がサッカー日本代表のユニフォームを着て外に出かけることも多かったのですが、まあ、今後はやめさせるといいます。広州市に住む日本人男性も、日本人学校の児童だとわからないように子供がランドセルを背負って、通学するのを控えさせているとも言います。中国に住む日本人にかなり影響が出ています。でジェトロ日本貿易振興機構によりますと、2023年の日本から中国への直接投資実行額、前の年と比べ 15.3% 減って39億ドルでした。不動産市場の低迷や民間消費の不振などに伴って、世界から中国への直接投資額減少しています。現地で働くビジネスパーソンらの安全が揺らげば、マインドを一層冷やす可能性があります。まあ、ただでさえ冷え込んでいる中国の経済ですからね、これにさらに影響を与えるということにつながりますから。中国経済というのはね、はい、その、ま、経済の仕組みからしてね、中国経済のシステムとして、中国に対する外国人の投資金額が、はい、一定水準以上存在し、かつそれが拡大し続けることが必要なんですよ。あ、それが必要なんですね。これね、ちょっと難しいところがあるんですけど、説明するには、はい、まあそれがないと成長できないんです。はい、まあ、そもそもドルペッグにしてますからね。はい、ドルペッグっていうのは要するに固定為替、はい、事実上固定為替になってるので、はい、自由為替化できないんですよ。自由為替化できない時に、中国の経済を発展させようとしたら、唯一の方法は外国人に投資し続けてもらうことなんです。投資してもらう、はい、ところがそれ減ってるでしょ、はい、そしたら中国は成長できないんですよ、はい、これから中国はダメになっていくんですよ。だからそんなやつに尻尾振ろうとね、岸田や石破や菅が尻尾振ろうとし始めとるんですよ。プリ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 っと、ね、アホですなこいつらは。今ちゃんとね、独立する気持ちがないから、はい、独立心がないから、もう中国に乗っかっておこうかというふうに
思うやつが出てくるんですよ。それはね、田中角栄の時代の親中と違うんですよ。違う、はい、競争共栄じゃなくて、中国に依存してちょっとなんかおいしい目見たろうかと思ってるだけのさもしい下劣な男ども、それが石破であり、岸田なんだと僕は思いますね、はい、極めて下劣だと思いますね。続いてはこちら、日経新聞、鈴木インド全土で販売網。鈴木はインドで自動車販売店を2030年度までに7割増の6800店程度に広げます。地方都市を開拓し販売網を全土に敷くと。日本車は中国で販売が振るわないことから北米に次ぐ収益基盤としてインドの需要性が増してきています。インドの人口14億人から50年には16億人を超えるというふうに言われています。インドの新車販売、31年に23年に比べ 45% 増の684万台に増える見通しです。これは日本の去年の新車販売台数の 1.5 倍です。スズキはインドで乗用車のシェア4割を持つ最大手です。トヨタ自動車もインドに新工場を建設します。日本車メーカーがインドを重視するのは市場の成長性だけではなく、台頭する中国勢との競争激化も背景にあります。中国勢との競争を回避してインドに販売網を広げるこの動きですね。藤井さん、これいかがでしょうか。まあ、もちろんこうなるでしょうね。はい、まあ、各社も生き残りをかけて必死だということでしょうね。まあ、ただ、まあ、こういう動きは、まあ、当然そうなるでしょうけど、はい、日本国内でももっとマーケットが拡大するようにね、それは台数を純粋に増やすというだけじゃなくて、車の車格のより高いより高価な車を日本人が乗れるようにしていけばですね、はい、これはむしろその環境対策なんちゅうことにも、まあ、なるでしょうし、はい、で交通安全の向上にもなるでしょうし、はい、より高いより良質な車を皆が使うようなそういうマーケットになれば、まあ、いいわけですけど、まあ、スズキはまあ軽ですからちょっと違うところはありますけども、まあ、そういうのがあればですね、はい、まあ、軽も、まあ、3代目とかで軽買う人もまあいるでしょうから、内需が拡大していってですね、所得が向上していくようになるということが自動車会社の皆さんにしても、はい、まあ、インドで外国行ってなんか慣れん、なんとか語で喋らなあかんよりも楽にビジネスができますから、はい、ブラック企業レベルっていうものも日本国内で働いてる方が低いでしょうから、はあはあ、外国で仕事の量が少ないですから、日本国なのが、もう外国で仕事するって大変なんですよ。言葉は通じんし、生活風習も違うし、文化も違うし、政治家もわけわからへんし、もう、だからやっぱり内需拡大するということが、内需拡大、僕は大事だと思いますね。こういう話も大事だとは思いますが、はい、以上ワールドニュースピックアップでした。時刻8時36分になるところです。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。これは産経新聞ですね。今朝の産経新聞によると、横浜市の JR 東海道貨物線で8月保守用車同士の衝突事故があり、作業員6人が負傷していたことが25日関係者への取材で分かりました。関係者によると、事故は8月25日午前1時半ごろ発生、横浜の羽沢と大船の間のトンネルの中で、線路と道路の両方を走れる保守用車が、進行方向に停車中の別の車両に追突、荷台に乗っていた34歳から62歳の作業員6人が負傷しました。産経新聞が入手した資料によると、2台の車両時速20キロから30キロでおよそ100メートル離れて走行していました。追突した車両はバック走行中で、荷台にいた誘導員が停車位置のおよそ20メートル手前でブレーキを踏むよう運転手に指示しましたが、数秒後に追突したといいます。事故後の内部調査で、追突した車両の積載量、最大量750キロを大幅に上回るおよそ
1.4 トンだったことが分かりました。追突時時速10キロ以下だったとみられ、工事責任者積載量を意識していなかったと説明しています。車両の過積載、保守業者同士の事故ですけれども、藤井さんこれどう思われますか。なるほどね、だから荷物が重すぎたんで、はい、その止まらなかったんですね。このくらいで止まるかなと思ったら止まらなかった、はい、基本的なミスですよね、はい、当然ながら積載量っていうのを考えて、どれくらいで止まるかっていうのを計算しておかなあかんわけですからね、はい、ミスですねこれは、はい、なる。で JR 東管内、去年10月以降この他に武蔵野線、常磐線、保守用車が絡む事故が在来線で4件発生していると言います、まあ、4件というのがこれはやっぱり気をつけなきゃいけないことですもんね、多いですねこれ。そうですね、まあ、この保守用車ってこの浜松町会話もですね、夜中、動いてます。今補修作業やってるんだななんて思いながら、ご苦労様だと思いながら、だからそれがあそこでもしぶつかったとするならば、これ始発からの電車にも影響するしってことになりますものね。なんとかこのね始発までに間に合わせようと思って作業員の方も頑張ってるんでしょうけど、そうですね、事故ちょっと統計見ないと確たること言えませんが、印象だけで恐縮ですが、はい、まあ、新幹線もこの間車両外れたりね、ありましたね、で何か火事があったりだとか、はい、まあ、今日のこれもそうですし、鉄道のアクシデントが多いですね。そうですね、ちょっと増えたような気がしますね、ちょっと統計見ないと分かんないですけど、でもね、アクシデントっていうのは諸外国でも当たり前にあるんですよ。鉄道のオペレーションってすっごく難しくてね、100個ぐらいの要素が全て満点じゃないと電車は安全に走れないんですよね。安全に走れない、ほう、こう安定的に走れなくて、で日本っていうのはそういうものすごい緻密なことをやってたから、時計のように電車というものが、そうですね、いうことになってたんですけど、これはもうアメリカでもヨーロッパでもインドなんか言うに及ばず、めちゃくちゃですよ。それはやっぱり民度が、というか、そういう真面目さがないからですけど、日本もなんかヨーロッパ的っちゅうか、インド的っちゅうかね、日本人の良さがなくなってきたのかのと、という感じですか、というふうにも思いますね、はい、時刻8時39分です。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。1966年に静岡県清水市、現静岡市で一家4人を殺害したとして死刑が確定した袴田巌さんの再審やり直しの裁判の判決が今日言い渡されます。半世紀にわたった拘束の影響で釈放された今も意思疎通が難しいとされています。無罪の公算が大きいとされていますけれども、事件から58年が過ぎても世界で最も長く収監された死刑囚、まあ、この時は止まったままと記事には出ています。これは日本経済新聞の社会面ですね。袴田さん、時止まった45年と出ています。まあ、事件1966年6月30日未明に発生して、清水市の味噌製造会社専務宅全焼、焼け跡から4人の他殺体が見つかりました。で同じ年の8月、袴田さんが強盗殺人などの疑いで逮捕されて、公判で無罪主張したものの1980年死刑確定。袴田事件やり直しの裁判の判決が今日にも言い渡されるということなんですね。なかなか一般の方は今から言う日本語の意味がピンとこないのかもしれませんけど、はい、裁判、司法というものは正義の実現なんですよ、はい、でその袴田さんがもしこれ冤罪であったとすればね、正義がないということになりますから、そういうことになります、ね、これを何年かけてでも正義があるということを実現するために真剣に審議し続けるべきですね、はい、藤井さん今朝もありがとうございました。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。